コンディションの方はいかがでしょうか。コンディションはバッチリです、はい、体重もいい感じに仕上がってます。やってみないとわからないですけど、スタミナの方も十分ですか。スタミナもはい、まあそれなりのトレーニングはもうやってきたのでバッチリだと思います。改めてこの浜崎選手と、はい、まあ、戦うことに関してどう思ったかっていうのをお願いします。まあ正直いきなりかーっていう思いもありましたけど、まあなんとなく薄々は分かってたしっていう感じで、でもまあ本当に強い選手なんで、まあ今までやってきたことが通用して勝てればいいなっていう形で、まあ怖さと嬉しさが半々っていう感じですね。はい、浜崎選手より自分の方が確実に勝ってると、はい、上だと思うものってありますか。やっぱり勝ちに行く執念みたいなもんですかね。気持ちでは負けないんじゃないかなって思ってます。新宿フェイスからいきなり埼玉のスーパーアリーナの、しかも今回ものすごい超満員というステップアップ具合がすごいんですけど、はい、それに関して不安みたいになるんですか。まあ正直どうかな、まあ新宿フェイスでも緊張はするんで、なんか人が多いからとか少ないとかそんなに実際は関係なさそうなんで大丈夫だと思います。はい、なんか試合自体がやっぱり始まる前は緊張しちゃうんで、なんかこう練習してる仲間たちからとかが、はい、こう声かけられて、なんか印象残ってることとかありますか。印象に残ってる、あ、まああの一番仲のいい藤森さんが、あのまあ私ともいつも練習してくれてて仲いいし、まあ浜崎さんとも知り合いなんで、まあもしかしたらあの試合中感動したら泣いちゃうかもって言ってたんで泣かせるような試合をしたいです。まあ女子の試合で、やっぱりそのもう本当日本人トップ対決みたいな試合じゃないですか。やっぱそこでそこでこうその2人でこうどういう試合を外人ファンに見せたいというのがありますか。まあそうですね、まあ、自分自身なんか本当に、まあ、やるだけのことはやってるんですけど、まだ自分に自信があるわけではないんで、まあ違いを見せつけるとかそういう気持ちはないんですけど、まあ、本当に自分が今出せるものを出し切ってお互い出し合って、まあ、会場を盛り上げられるいい試合ができたらいいなとは思ってますね。同じアラフォー格闘家としてですね、はい、山本美優選手となんかこう感情の何かありますか。まあ、美優さんはでも同じとはいえ、まあ、本当にお美しい方ですし、お子さんも産んでらっしゃるんでちょっとだいぶ私とは違うかなとは思うんですけど。でもそういう人はこう、あのテレビを、ね、見てるようなアラフォーの人たちですね、はい、こう勇気とか感動を与えたみたいなのがありますか。あ、もちろんそうですね、こんななんかバリバリに動けてる40代もいるんだぞっていうのを見せていきたいです。はい、ありがとうございます。他はご質問ございますでしょうか。はい、マイクをお持ちします。ちょっと今同じような質問になっちゃうんですけど、はい、いろいろ練習はやってるけどまだ自信がっていうのは自分の中でまだまだ伸びしろがあるって思ってるってことですか。はい、まだ、まあ、今も伸びてると思っ
ってますし、まあもっと勉強することもいっぱいありますし、全然まだまだ強くなれる要素がいっぱいあるなって自分で思ってます。